試合になっていますね。シャルケサイドにスペースが空いています。ここから狙うのか、崩してきた、カナバ決まった、シャルケ決めた。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。絶好のチャンスをしっかりと決めましたね。そこに至るまでの動きも素晴らしかったですね。いい選手です。シャルケリードを許しています。ボールは相手に渡ります。ここで試合が終了となりました。ではね、今回はちょっとアフレコでやっていきます。はい、ブンデスリーガのメヘングラードバッハ戦を負けましたけど、気を取り直してね、チャンピオンズリーグのトッテナム戦やっていきます。ここは今記者会見のとこですかね。まあ、もうチームの士気も最高になってるので、選手の能力も若干ブーストはかかってると思うので大丈夫だと思います。で、トッテナムがシステム確認したら 4-2-3-1 で来るっぽかったんで、まあ、またね、今まで通り 5-3-2 のフォーメーションで、まあ、強豪相手にはね 5-3-2 っていうスタイルが僕は合ってるので、このメンバーでいきます。で、難易度はレジェンドにして、試合開始と。シャルケはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。解説はおなじみ福西崇史さんをお迎えしました。ラウンド16のファーストレグとなるこの一戦、シャルケがトッテナムホットスパーと戦います。このカードですと大方の味方はアウェーチーム有利ということになるでしょう。加えてアウェーゴールが優先されますので、ホームチームは何としても失点を抑える必要があります。このファーストレグを無失点でしのげれば、ホームチームにも勝機が生まれるかもしれません。ああ、まだエリクセンがいいんだよ、トッテナムに。今日の陣形は一般的な 5-3-2 です。前線の選手は、そう、サブのメンバーを見ていただけると分かるけど、まあ、一瞬しか映らなかったから分かんなかったと思うけど、伊東純也をベンチに入れるのを忘れたっていうので、何やってんだっていうふうに自分で後半の途中に気づいて思ったね。で、トッテナム 4-2-3-1 で、俺のシャルケが、5バックで 5-3-2 でやってきました。で、いきなりボールロストしてここ焦ったんだよな。デレアリ、ケイン、コレア、そう、なんかね、コレアがいいんだよね。あれ、ホワキンコレアじゃない、なんだっけ、さあカウンターで一気に、あのアトレティコにいる子のコレアだよね。なんだっけな、名前忘れちゃった、アンヘルコレアだっけ。あ、でそう、ここで中島がね、いや、チャンスだったんだけど、ダビンソン・サンチェスに止められた。ゴールキーパーは大変ですよ。チャンスにできるか。ここはなんとか冨安が競り勝って、大島、久保、大島とつないで、中島がちょっと溜めて、でここ武藤が抜けてって、左足シュートで、まさかのトッテナム、トッテナムじゃねえ、シャルケ先制でした。武藤がね、結構なんかやっぱCLの舞台で決めてるイメージがある。
かな、俺のなんか印象に残ってるのは。まあ、全部の今までの動画を振り返って集計してみないと分かんないけど、シャルケのリードで試合が再開されます。まあ、大迫がね、ちょっと俺はもうちょっと若干構想外になりつつあるから、能力が劣化してるのもあって、まあ、それで武藤を使うようになったっていうのもあるかもしれないけど、ライアン・セセニョン、なんかいつの間にか久保建英がイエローカードもらってたのはちょっとね、記憶にないんだよね。久保がイエローもらってたの、どこでもらったのか全然覚えてない。まあ、これ動画撮って6時間後くらいに今アフレコしてるから記憶もあんまないんだよね、正直。これなんだっけな。ああ、そう、これ指定すんだ。なんケインのね、ここで頭出してくるからね。まあ、もうゴールマシンだよね、ハリケインはね、能力値的に。シャルケのフリーキックでゲームが再開されます。上田直道スタメンにしてたんだな、この試合。大島亮太、武藤義則で、ここでトッテナムのデフライかな。デフライがなんかトッテナムにいるんだよね。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。でフリーキックのチャンス、久保が蹴って、なんかまぐれで中島になんかうまい具合にボールがあったから、焦ってシュートボタンを押したら入ったかなと思ったけど入んなかったね。まあ、でもセットプレーのゴール異常に少ないよね、多分ね。動画今まで見てきてくれてる人分かると思う。セットプレー苦手なんだよね俺、多分。これは危なかった。そう、キーパーがね、あのユースの村上をなんか使いたくなって使ったら結構いいセーブ見せてくれて、ここも防いだしね。しっかりボールをキープしています。まあ、彼まだ17歳ですから、まあ、今から使っていけばもうどんどん層落ち上がっていくかなと思って、これからも使っていこうかなと思う。まあ、普通に大迫使えばって話なんだけどさ、なんかね、大阪のポテンシャルもそこまで伸びない気がしてきたから、ゴールキーパーだけユース選手を使おうかなと思って。これは危なかったね。4番って誰だ、庄司上だから、あのブロックがなかったらやばかった。でここは攻められてたけど、ボール奪ってカウンターかな。坂博樹が中島にボール出して、中島、あ、そっか、そうだ、これスキルムーブなんで出しちゃったんだってなんか言った記憶がある。なんか間違えたんだな。でコーナーキックになって久保に蹴らして、どうなんだこれ、大島がシュートか。でもう一回中島シュートするも入んないと。ここはうまく冨安がカットして、もう66分か。久保がなんかシザーズ入れて、武藤にパスして、中島。ここで、なんかね、ここも多分中島スキルムーブ何、なんか出そうと思ってたら、なんかね、発動しなくて、なんか気づいたら PK になってた。よっしゃーってなったね、これは。で、ファールしたらまたデフライかな。最初ダビーソン・サンチェスかな、30番って誰だろうね。セセニョンかながスライディングしてきたよね、最初ね。でここの PK がめっちゃ焦ったっていうか、なんか緊張して、真ん中にしようかなって思ってたけど、ロリス動かなかったから、いや、マジで真ん中にしなくてよかったってなって。いや、でも中島はね、本当リーグ戦でももう2桁ゴール決めてるし、やっぱ能力高いね。現実の中島がポルトでなんかちょっと押されてるのは残念だけど、移籍どうはするのかね、ポルトでね。ポルトガルリーグの以外の別のリーグでも見てみたいんだけどね、中島はね。で交代で田中碧と南野を投入しました。
シャルケのリードで試合が再開されます。これで2対1ですね。このままシャルケ勝利といきますでしょうか。メレンドからセメド、あ、そうか、セメドがいいのが30万。ここはエリクセンのヘディングでしたね。セメドのクロスからエリクセンのヘディング。まあ、あのヘディングシュートがケインとかアリだったらちょっとやばかったかな。大島。ここはシュート。するもロリスの正面と。そうか、キーパーロリスだったんだな。で、ここで、あ、伊藤純也いねえじゃんってなって。佐賀博樹のところ伊藤純也にしてさ、ウィングバックとして使う予定だったんだけど、入れるの忘れてた。まあ、なので、松原を入れて、安西光輝を、右のサイドバックに移して、松原その左のウィングバックにしました。この時点でまだ交代は適用されてなくて、この流れの中で何かはあるんだっけ。あ、ここで田中碧がミドル打つも外れると。でここで交代が適用されます。両チームとも動いてきました。酒井宏樹に変えて松原浩が入りました。デレアリ。さあ85分ですね。ライアン・セセニョン。デレアリが突破を見せる。トッテナムのうまいパス回し、チャンスを伺います。ここはちょっとヒヤッとしたな。このボレーは惜しくも入りません。オスカルメレンドかな、多分。そうだね、あのエスパニョールだっけ彼。俺ラリーがあんま見ないから分かんないけど、メレンドがトッテナムに移籍してるだよですね。あのオーバーヘッドはビビったな、ちょっと。で、ここが松原でパス出して、なんか、相手に当たってやべえって思ったけど、なんか繋がって、クロスが合わない。でも田中がボール拾って、橋本健と、そして南野、左足でゴールと。いい時間にまさかね、3点も取れると思わなかった。さすがにこれで勝負は決まりでしょうね。正直もうトッテナムに負けたら、もう FIFA20 のこの動画のこのシリーズの動画の投稿をやめようかなって思ってたけど、勝っちゃったからね。あれも勝っちゃったってもう言っちゃったしね、結果ね。デレアリ、まあ90分だし、もう勝ったかって分かるか、さすがに。このファーストレグはホームチームが制しました。でね、やっぱ試合やっててすごい楽しかったです、単純に。シュート数は9対7か。で、パリ・サンジェルマンがなんかバレンシアに負けてると。やっぱ大島良かったな。大島使いやすい本当に。ということで、なんと初戦ね、3対1で勝利ということで、まあアウェーゴール1点許しましたけど、まあ、3点取ってるんで、で次の動画はもうね、一気に3月の16日の次のセカンドレグのところまで進めようかなと思ってます。進めておこうかな。そう。うん。で、またリーグ戦のところはゴールハイライト的に最初に流していく感じでやろうかなと思うので、はい。今日の動画はここまでで終わります。最後ね、南の左足よく決めてくれたね。ということで、ご視聴ありがとうございました。またね、コメントいただけると嬉しいです。